平成9年台風第7号は、1997年6月に愛知県に上陸した台風である。後に、局地激人災害に指定された。進路図1997年6月16日、フィリピンの遥か東方海上で台風7号が発生。当初は発達しながらゆっくり進み、ほぼ停滞していたが、その後速度を上げて北上し、18日に、 沖ノ鳥島の西方で、中心気圧960ミリバール、最大風速秒速40メートルとなって最盛期を迎えた。その後も北上を続け、20日に、紀伊半島東岸を通過して、同日11時30分頃に、愛知県豊橋市付近に上陸。上陸時の勢力は、中心気圧980ミリバール、最大風速30メートル、 S, s で、暴風域を伴っていた。上陸後は徐々に勢力を弱めながら北東方向に進み、東日本から東北地方南部にかけてを通過し、三陸沖に抜けて21日に温帯低気圧に変わった。6月という季節外れの時期に早々と上陸した。この台風は日本への上陸日時が統計史上8番目に早かった。この台風により、死者一人。 負傷者20人、全回2棟、半壊1棟、一部破損67棟、床上浸水3棟、床下浸水93棟の被害が発生した。この台風による災害は局地激人災害に指定された。ありがとうございます。